現代創始家の京森光平です。まあ、僕は神奈川県っていうところで制作をしていて、自然とか、まあ、東京にも近いので都会と自然がこう調和したような街で制作をしています。ファッションを勉強して、まあ、ヨーロッパに行ったりとかして、まあ、その後自分自身の表現っていうものをしたいと思うようになって、こうアートを作り始めたっていうのが今に至る経緯ですね。なんか装飾ってすごいな、こう時代を超えて何百年も残り続けているものってすごく魅力的だなと思っていて、でそれを今僕は日本人として世界にこう発信していけたらいいなと思って作っています。